ヨウタ、今いいかな。大事な話があるんだけど。大事な話？なら今から家に行こうか。ちょうど仕事終わったところだし、すぐに行けるよ。来なくていいよ。っていうかもう二度と私の家に来ないで。え？仕事終わったならちょうどいいね。このまま伝えるけど、私との結婚の話は白紙に戻してほしいの。ヨウタ、私と別れてちょうだい。え、ひな、別れるってどうしたの？ヨウタと結婚したくないの。だからお願い、私と別れて。ちょっと待ってよ、ちゃんと説明してくれ。先週俺の実家に結婚の挨拶したばかりだよね。それで別れてほしいってどうしたんだよ。ちゃんと理由を教えてもらわないと納得できないよ。理由は簡単よ。私、牛臭い男との結婚なんて絶対に嫌なの。え、牛臭い？私、外資系企業で頑張るヨウタが好きだった。時には外国での商談とかあったりして、本当にかっこよくて自慢だった。なのになんで牛や豚がたくさんいる牧場の息子なのよ。あんなクソ臭い牧場の息子との結婚なんて絶対に無理だから。え、それってつまり俺の実家が牧場だったから嫌だってこと？そうよ。どう？これで納得したわよね。ちゃんと理由を説明したんだから別れてもらうわよ。納得できるか。俺が牧場生まれだってことを隠してたならまだわかるよ。でも俺はずいぶん前から実家のことも説明しておいたはずだぞ。だって北海道の牧場って言ってたじゃない。可愛い子豚とか子牛とかポニーしかいないとか思ってたんだもん。なのに実際に行ってみたらガチの牧場じゃん。牛舎があんなに臭いと思わなかったんだもん。はぁ？それに間近で見ると牛も豚もリアルすぎて怖いし、っていうかもはや気持ち悪い。とにかく本当にもう無理なの。ちょっと待て、うちの牛や豚を気持ち悪いってなんだよ。俺の両親が愛情を込めて育ててるんだぞ。それをひなも俺たちも食卓で美味しいって食べてるんだぞ。待って待って待って、じゃああの私が見た牛と豚って食べるために育ててたの？それ以外何があるんだよ。ペットで飼う量じゃないだろ。でも牛は牛乳とかだよね。殺さないよね。牛乳もやってるけど、うちにいるのはほとんど肉用だぞ。牛は豚もみんな出荷されるし。出荷？ってことは愛情を込めて育てたのに結局食べるってこと？愛情を込めた動物たちを肉にしちゃうんだ。そんなのってもうただのサイコパスじゃん。ヨウタもヨウタの実家もみんなサイコパスの犯罪者じゃん。はぁ？そんなひどいことができるなんて感情ってものがないんだね。ヨウタに改めてがっかりだよ。ちょっと待て、言いたいことはわかるけど、俺もヒナもお肉食べてるよな。ヒナなんて週に1回は一人焼肉するほどじゃん。お肉になったらまだセーフなの。でも生きてる牛や豚から肉にするのはなんか無理。それを平気でやってるヨウタたちはもっと無理。なんだよそれ、誰のおかげで美味しい思いをしてると思ってるんだ。牛乳も肉もチーズも生クリームも全部畜産農家のおかげだぞ。俺は実家のことを誇りに思ってるし、馬鹿になんてさせないぞ。私は誇りになんて思えない。あんたたちはただのサイコパス集団だよ。そんな一員のヨウタとなんて絶対に結婚しないから。婚約破棄するんだから。ああそうかよ、そこまで言われたらこっちだって婚約破棄で結構だ。俺の実家をサイコパス呼ばわりする女なんてがっかりだよ。外資系企業のエリートだから期待してたのに、所詮ただの牛臭い牧場跡取りだったとはね。あんたなんて臭い田舎娘とでも暮らしなさいよバーカ。ちょっとちょっとちょっと、すごいじゃない、テレビで見たわよ。もう久しぶり。ヨウタってば、いつの間に実家の牧場を継いだのよ。なんかめちゃくちゃおしゃれな商品売ってるし、年商5億だって。テレビで特集されててお茶を吹いたわ。ヒナと婚約破棄をした後に会社を辞めて継いだんだ。その後はテレビを見たなら知ってるよな。近隣の牧場と共同経営化していろいろ商品開発を頑張ったらそれが当たったんだよ。ちゃんと見たから知ってるわよ。健康志向人向けの乳製品にちょっとお高めのブランド牛の確立、驚きの企画力だってテレビの人たちも大絶賛だったわ。あそこまで褒められると照れちゃうよな。でもみんなで頑張った結果が認められてすごく嬉しいよ。
本当にすごく頑張ったのが伝わってきたわ。だってあのくっさい牛たちがあんな黄金に変わるなんて大変だったでしょ。そうだな。でも大変な時はヒナのことを思い出して頑張ったよ。え？それって？おう、ムカつくけど、お前の顔を思い出すとどこまでもやる気が出るんだ。あの時ヒナに言われた言葉の一つ一つが怒りに変わって俺のやる気につながるんだ。え？婚約破棄のことも本当にありがとな。あの時ボロクソに言われたのが悔しくて、俺は後継ぎになる決心がついたんだ。お前ほど腹が立つ人間はそうそういないよ。一生嫌いでいてやるからありがとうな。ちょっと待ってよ。なんか感謝されてる気が一切しないんだけど。してるに決まってるだろ。ところで一体何の用で連絡してきたんだ？テレビ見ましたの報告だけならもう十分だぞ。その、報告と一緒にちょっとしたお誘いっていうか。お誘い？頑張ってるヨタの姿を見て心を動かされたの。それで昔バカにしちゃったことを反省してね、その仲直りしたいなーって思って。仲直りって俺とお前が？うん、あのさ、確かに昔はヨタを傷つけることを言っちゃったけど、でもそのおかげでここまで成長できたって言ってたよね。ってことはこの成功は私の功績にもなるんじゃないかな。私、牧場を建て直した勝利の女神でもあるんじゃないかな。あ？だから思い切って仲直りしに来たの。私、テレビを見た後すぐに航空券買って北海道に来たのよ。今すぐ空港に迎えに来たよ。ふざけるな。調子いいこと言ってるんじゃないぞ。結局のところ、俺が成功したのを見て惜しくなっただけだろ。でも、その成功は私のおかげでもあるでしょ？好きの反対は嫌いじゃなくて無関心なんだよ。さっき、私のこと一生嫌いって言ってたけど、それって逆に、私のことが好きってことになるんじゃないかな。なるわけないだろ。これ以上ふざけたことを言ってると、本当に怒るぞ。本当に怒れるのは、深い仲どころだよね。一時は結婚直前まで進んでたんだし、ここは一層復縁しちゃおうよ。私、年商5億もあるなら、牧場主の妻になってあげてもいいと思ってるの。そのために北海道まで来てあげたんだから、早く空港に迎えに来て。俺も結婚してるぞ。え？俺のインタビューの後に、夫婦で取材も受けたんだけど、もしかしたらそこはカットされたのかな？何やそれ、そんなの全然映っていなかったわよ。実は共同経営を始めてしばらくしたら、ありがたいことに海外の大学から見学申し込みがあったんだ。それでその時のこと、うまいこと付き合うことになってさ。はぁ？フランスでチーズ作りを研究してる子でさ、今は結婚してうちの牛乳で作るブランドチーズを研究しているんだ。公私ともに助けられてる素敵な子だよ。ふざけないでよ。ヨータには私がいるでしょ。なんで外国人なんかと結婚するのよ。別に外国籍の子でも何でもいいだろ。俺が好きになった子で、俺の実家や牛たちをバカにしたことは一度もない。それだけで俺の奥さんになるには十分だ。だから、それなら私がいるでしょ。一度はヨータが好きになった女よ。もう二度と実家のこともバカにしないって約束するし。失った信頼も愛情も取り戻すことはできないんだよ。そういうわけだから二度と連絡してくるなよ。フランスミナと結婚したからって調子に乗りやがって。せっかく北海道にまで来てやったのに。誰も来てくるなんて頼んでない。もういいわよ。あんたとの復縁なんて別に本気じゃなかったし、自分だけが成功者になったと思ってるんじゃないわよ。私を振ったこと絶対に後悔させてやるんだからね。やっほー、お久しぶり。私からの招待状は無事に受け取ってくれたかしら。受け取ったけど、これはどういうことだ？なんでお前の結婚式に俺が招待されるんだよ。私の幸せの姿を見せつけてやるからに決まっているでしょ。別に興味ないんだが。またまたそう言って、逃した魚を大きかったって後悔したくないだけでしょ。は？私ね、超一流企業に勤めてる人と結婚するの。なんとあの Google に勤めていて、しかもアメリカ出身の人で超イケメンなの。どう？私もあんたと同じ国際結婚よ。すごいじゃないか。お前じゃなくて彼自身かな。あらあら、悔しくて嫌味しか言えないのね。
彼ったら今臭いあんたなんかより何十倍もイケメンね。年収もものすごく高いの。あんたと復縁しないで大正解だったわ。でもよくそんな人と出会えたな。いわゆる高スペックな人なんだろう。女性なんてやりどぎみどぎだろうに、なんでこんな女に。運命には誰も逆らえないのよ。運命？ええ、そうよ。去年ヨータを追いかけて北海道に来たでしょ。その時に空港で出会ったの。私が悔し泣きしてる時にそっとハンカチを差し出してくれて、本当に王子様みたいだったわ。確かにそれは運命的だな。それでそのまま一緒に東京に来たのよね。ちょうど日本に来たばかりで家もないって言うから、なし崩しに同棲が始まって、その結果はこのスピード感よ。招待状と一緒に私と彼の写真を何枚か送ったわ。どう？どれも幸せそうでしょ。そうだな。スキンシップが激しくて見るのも気持ち悪い写真ばかりだよ。どこがよ、セクシーで美しい写真ばかりでしょうが。私があんたより幸せだからって寝てんねんじゃねえよ、バーカ。たとえ年商5億の若社長だろうが、所詮は牛臭いただの牧場よ。私の夫みたいに外資系企業勤めの男と比べたら惨めよね。お前の夫、うちの従業員だぞ。え？その、幸せに勝ち誇ってるところ悪いな。でもこういうのは早めに知らせておいた方がいいと思って。あ、うちの従業員、何を言いたいのか全然意味がわからないわ。詳しく言うと、最近共同経営に参加した近隣牧場の一つだな。そこから逃げ出した外国人労働者の名前とお前の夫の名前が一致してるんだ。え、そこは人手不足を外国人労働者でなんとかしのいでたみたいなんだけど、ある日低賃金なのに仕事がきついって従業員に逃げられたんだ。それで牧場閉鎖の危機だったのを最後にもう一度しっかり頑張りたいってことで、うちの共同経営に参加することになったんだよ。待ってよ、じゃあその逃げ出した従業員が私の彼だっていうの？確証はまだないけど、名前が一致してて北海道で出会ったんだろう。ひなが送ってくれた写真を元の雇い主に見せたら顔がそっくりだって。逃げ出した日とひなが北海道に来た日も一致してるんだよ。え、ここまで証拠が揃っていたら同一人物だと思うんだよな。でも彼はグーグル勤めだって言ってるのよ。牧場なんかで働くわけないじゃない。働いてるところ見たことあるのかよ。いつもテレワークだからって自分の部屋に引っこもってるわ。ならアメリカ出身だって証拠は？どういう会社命令で日本に来たのか詳しい話は聞いてるのか？っていうか、そもそもパスポートとか見たことあるの？彼の両親にお会いしたことは？でも見たことも聞いたこともない。なら今すぐ彼と話してこいよ。それが一番確実だぞ。どうしよう、ヨータ。彼私に嘘ついてたの。全部打ち上げてくれたわ。ヨータの言う通りだった。全然見つからないと思ったら、まさかそっちに隠れていたとはな。私についてきたのはこのまま日本にいたかったからだって。だから私とも結婚したって。つまり永住ビザ狙いか。まあでもイケメンだしよかったじゃないか。かっこいい旦那がいれば毎日楽しいだろ。よくないわよ。牧場から逃げ出してきたただの無職野郎だったのよ。顔がいいだけでただのニート、私が養うことになるじゃない。仕事に困ってるならうちの牧場が歓迎するぞ。共同経営化で労働環境にも力を入れてるんだ。ちゃんとした資金を渡してるし、結構評判もいいんだぞ。彼さえ良ければ歓迎するし。でもそれって彼が牛や豚のお世話をするってことでしょ。肉になる牛や豚を育てて出荷って。お前の言葉を借りるならサイコパスの仕事だよな。でもニートよりはマシだろ。永住ビザなら就労制限もないだろうし。そんな、でも。あ、でもそしたらせっかく結婚したのに別居生活になっちゃうな。悪い、この話は聞かなかったことにしてくれ。じゃあ頑張って彼を養ってあげなよ。同じ外国籍の伴侶を持つ先輩としてのアドバイスは、徹底的に相手に尽くすことだ。慣れない国で頑張ってる相手をサポートしてあげるんだぞ。それじゃあな。ヒナは離婚を切り出したようですが、彼はそれを拒否。
結局そのまま夫婦として一緒に暮らしているそうですが、カルは未だに仕事が見つからずニート生活なんだとか。それで結局ヒナは彼を養うこととなり、朝から晩まで毎日必死に働いているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。